こんにちは、平井弘明です。前回はですね、全くためにならない学生時代のルーティンについて動画を撮っていきましたが、今回はですね、多少ためになるプロになってからの練習ルーティンを紹介したいと思います。もしかしたら今回もそんなに参考にならないかもしれないですけど、プロになってからどういう練習をして、どういうことに気をつけて普段練習してたかっていうのを解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。まずはですね、練習の始めとしては、僕はですね、ウォーミングアップとストレッチっていうのは一切やらないんですなんていうんですかね、僕めんどくさがり屋でせっかちなんです。なのであんまり準備運動とかストレッチとか一切やらないんです。以上ですちょっと練習していきたいと思います。まずはウェッジでですね、近くのターゲット25ヤードぐらいの白旗かな、あそこにこういう風にだいたい70球ぐらい打ちます。アプローチ、でここで意識することっていうのはフェースに乗ってるかどうかなんで、こういう感じのインパクトができてるかどうかっていう意識で打ってます。これ真面目です。形はふざけてるんですけども、やっていただきたいのは、僕今左腕まっすぐで右肘を曲げてアドレスをします。これあれですよ、練習用です。左腕がまっすぐで右肘を曲げてアドレスをして、この右肘の曲げ感ありますよね、この曲げ感を伸ばさないでフィニッシュを取る。これ右肘今曲がってるの分かりますかね。フォローまで右肘を曲げて絶対伸ばさない。左腕は伸びたままピンって張る必要はないですけども、多少伸びてますよぐらいでいいです。で右肘は絶対曲げたまま、もうアプローチはもうこの意識は絶対持ってやってました。これはですね、ボールを突っつかない練習になります。でグリーン周りでどうしても寄せたいとかですね、ライが悪いと早く打ちたいってなると、右肘がパンって伸びるんです。そうすると球足が強くなって、このアプローチは寄りづらくなるので、突っつかない練習で右肘を曲げたままフィニッシュを取る。これめちゃくちゃいい練習だと思いますけどね、ちょっとやってみていただきたいポイントの一つになります。アプローチこんな感じですね。70球ぐらい距離を多少伸ばしたりして50、60ヤードぐらいまではトータル70球ぐらい打ってましたね。次にパーキング、ピッチングです。P ですね、 P で打つんですけども、だいたい僕ピッチングで115から120ぐらいのターゲットに対して練習してました。でこのピッチングもさっきのアプローチの右肘の感覚を残したまま、あんまり右肘を伸ばさないで打ちます。めちゃくちゃいい音ですよね。もう一回打ちますね。軽くアドレスで右肘が曲がってる感じを出して、その曲げ感のままフィニッシュ。でショットになってくると意識する点がまたありまして、インパクトの時の右スパイクと手元が浮かないようにっていう意識はめちゃくちゃ持って打ってます。あとでちょっとそのフルショットのスローでちょっと登録に編集してもらうんですけども、インパクトのところでアドレスのこの手の位置をこう丸く円を作っていただいてですね、そこにインパクト必ず戻ってくる。これめちゃくちゃ重要なんですよ。これ後でちょっとやってもらいますんでこれですね、ここちょっとそのためのちょっとショット打ちますね。右スパイクがインパクトのところでベタ足のままボールに当たる、あとは手元がアドレスよりも上に浮かないイメージ。フルショットになると全ショットこのイメージは絶対持ってやってます。次にですね、8番アイアン、
番手はですね、ウェッジは毎日52、58は打ってましたけども、ピッチングから4番アイアンまでは奇数番手、偶数番手と1日おきに打ってました。それはですね、フェースの打根とグリップの減り具合を均等にするためです。せこいですよね。そう。でもそういうふうに全番手練習するために、1日おきに奇数番手、偶数番手って分けて毎日練習してましたね。8番アイアンは130ヤードぐらいから160ヤードぐらいまでこういろんな距離を遊びながら打ってましたね。例えば普通に打ったら150ぐらいなんですよ。いい、ナイスオン、いいっすね。そう、あんな感じで普通に打ったら150ヤード、次にじゃあ130ヤードのイメージ、ちょっと飛びすぎましたね。で次に160ヤード。あんな感じでいいと思いますね。学生時代の時っていうのは好きなことを好きなだけ練習してましたが、そのプロになってからだとやっぱり苦手な部分を多少克服したりとかですね、得意なものをさらに磨き上げるということが必要だなと思い、ちょっと練習の仕方が変わったっていうのが学生時代からプロへ変わった練習内容になりますね。もちろん好きなことをやるのは変わんないんですけども、嫌だなと思うこともやらなきゃいけなくなったっていうような状況です。それを一生懸命毎日やってた感じですかね。まあでも多少一生懸命、多少サボりながらっていう感じはやってましたね。でも練習は好きだったんで楽しくやってました。次にウッドですね。ウッドは例えば1日400球打つんだったら、ウッドは10球ぐらいです、打つ数。あんまりウッドに重要視してなかったっていうのと、すごい優しいウッドを使ってたんで練習しなくてもいつも当たったっていう答えです。ちょっとでも打ってみましょうか。お化けが出るかもしれないので。あ、いいじゃない、いい感じ。ああいう風に素振りなしでポッと構えて打てるウッドを選んでたので、あんまりこう一生懸命練習しなくても打てる感じですね。それぐらい優しいウッドを使ってました。スリクソンです。で次にドライバー、ドラちゃんですね。これはそう、みんなやっぱりドライバーってすごい数打って、コンペなんかではみんなが見てる中でこうバチーンといい球打ちたいですよね。そう、でも僕はドライバーもそんなに重要視してなかったんで、400球打つ中のだいたい5球から10球ぐらいの球数しか練習しなかったですね。なんで本当に例えばドライバーなんかもこういうイメージで打ってますけども、とにかくフェースに乗せるだけっていう感じです。ドライバーの自分の250ヤードの飛距離を打とうとしてあんまり練習はしてなかったですね。そのフェースに乗ってれば何ヤードでもいいっていうイメージで打ってました。ああいう風にこうボコッといい音が鳴って芯食ってれば別に1球でもいいやって感じです。フィーリングが自分に伝わって、そのフィーリングとその実際打った球がこう一致してればもう別にいいやっていう感じです。なんでもう今の球が出たんだったら多分僕は練習もうしないと思います。ドライバーはすぐアイアンに持ち替えてずっとつまんない練習をもうひたすらやってた感じですね。前回その黄色いボールここにこう挟んで話しながらっていう動画があると思うんですけども、その黄色いボールをひたすら挟んでずっと体幹でこうハーフショットをずっと練習してましたね。それはもうもちろんドライバーもそうなんですけども、特にアイアンをすごい数打ってたんで、やっぱあの練習が一番いいかもしれないですね。ちょっとこう今日黄色いボールを忘れちゃったんですけども、黄色いボールを腕と腕の間に挟んで、もうこういうこうちょっとハーフショットっぽい練習をずっとひたすらやってました。でそれは自分のもちろん決めた距離を打つんですけども、本当一番手で3、40ヤードぐらいの間の距離を打ってました。一番手でそれぐらい手前も打てば奥も打ってるっていうような
状態でこう一番手ですごい距離の差のある飛距離を打ちながらいろんな距離を打ってましたね。やっぱりそういう状況状況に対応できないといけないっていう練習方法だったのをちょっとこう今思い出したんですけども、そういう練習してましたね。その番手で何かをしなきゃいけないっていう時にやっぱりできた方がいいっていうようなイメージですよね。決められた番手で決められた距離を打つんじゃなくて、こんな番手でもああいう距離打てますよっていうような感じの練習を結構してました。トラブルショットだったり、もちろん普通のドノーマルのショットも時として打たなきゃいけない、いろんな状況にすぐに対応できるためにいろんな練習をしてましたね。やっぱりこの球を乗せてフェースに乗せて、もうこういうイメージはほとんどやっぱ全ショット持ってて、特にアプローチなんかはもうすごいその強いイメージでこういう風なイメージを持って打ってました。もうとにかくフェースに乗せたいっていう一心でいろんな体の動きだったりスイング、自分の打ちたい距離が絶対に打てるっていう練習なんかをずっとやってました。それがまあ一番プロになってからどんな練習してたのって言ったら、そういうイメージが一番強いですね。ではですね、今回プロになってからの練習ルーティーンと練習方法について動画を撮っていきました。最後までご視聴ありがとうございます。